今年の栃木市は一味違う。地元ユース出身選手多数。秋元貴博、瀬川のスローインを胸トラップ、そのままダイレクトでシュート。黒崎からのパスを森が合わせ、ハン・ヨンテがヘッドで決める。山本蓮の J 初ゴールは左のミドルシュート。ふるさとへの思いがチームをさらに強くする。後半アディショナルタイムでの逆転劇。瀬川のクロスを中央で捉えた柳の劇的なゴール。この1点で岡山に逆転勝利する。こぼれたボールを田代が押し込む。これで同点に追いつく。さらに後半アディショナルタイム、瀬川が上げたクロスを再びこの男、柳がヘッドでゴールへ押し込み逆転勝利。縦で殴るディフェンス力、アグレッシブなディフェンスから攻撃につなげるスタイルで勝利をもぎ取る。ベテランと若手の融合、矢野の移籍後初ゴール。ベテラン選手が加わり、戦い方がさらにブラッシュアップされている。走って走って走りまくる。榊の今シーズン2点目ゴール。とにかく走るのが栃木のスタイル。セカンドボールに素早く反応した西矢のスーパーミドル。中央のコンビネーションからの大崎の右足、先制点をダッシュ。後半立ち上がり早々、相手ディフェンスをかいくぐり強烈な大島の左足。この1点で勝利を収める。